ヘムスバッハは、ドイツビュルテンベルク州ラインレッカー郡に属すし、ヘムスバッハは、ベルクシュトラーセ沿いの標高85メートルから340メートル、オーデンバルトとオーバーライン地交代の間の斜面上に位置し、1951年からは、暗挙となっている同盟の川に面している。地域は、北は、ラウデンバッハ、東は、ヘッセン州のヘッペンハイム、メアレンバッハ、ビルケナウ、 南は、バインハイム、西は再び、ヘッセン州のフィールンハイム、ラムペルトハイム、ドルシュと境を接する。ヘムスバッハの地域は、東西方向に長く伸びる形で1286ヘクタール強の面積を持つ。そのうち25.7%が、住宅、交通用地、48.5%が農業用、地、22.8%が森である。 ヘムスバッハ市には、ヘムスバッハのほか、小集落のバルゼンバッハ、ベシュニッツ入植地、ミュールベグソインの村、シャフホーフ場とその農場、バルゼンホーフが含まれる。ヘムスバッハは、795年のロルシュ文書に、ヘミングスバックとして、初めて記録されている。その後、この村は、ロルシュ修道院に属した。百三十二年にこの修道院が廃止された後、 この村は長らく、プファルツ選定校とマインツ大司教の紛争のもととなった。1344年の仲裁判断に基づき、ヘムスバッハ、ラウデンバッハ、ズルツバッハが、プファルツ選定校に与えられた。1410年の領土分割でこの村は、プファルツモース校に分与された。1449年に、モースバッハ校等は、権利の大部分を、 ボルムス司教本部にシチールした。1499年にプファルツ・モースケが断絶すると関税権はプファルツ選定校に返還されたが、選定校は土地所有貢献も要求した。論争の詳細は明らかでない。ヘムスバッハは最終的に1705年にボルムス司教との交換条約によりプファルツ・選定校領となった。プファルツ選定校の断絶により、 1803年、ヘムスバッハは、バーデン領となり、アムト・バインハイムに組み込まれた。1811年5月1日に、ヘムスバッハ近郊のベルクシトラーセで2人のスイス商人を乗せた郵便馬車が、ヘルツァー・リップスとその仲間に襲撃された。1812年に、ヘムスバッハ南部に位置する、ズルズバッハ入植地が分離され、独立した。1849年に、 ドイツに革命が起こった際には、ヘッセン軍とバーデンのボートがヘムスバッハ近郊で遭遇し、深刻な戦闘が行われた。ヘムスバッハの駅舎の外壁に、現在も残る砲弾が、この戦闘を思い起こさせる。1890年のヘムスバッハ付近の地図政治的には、ドイツ帝国が創設された1871年から、国民自由党が最有力政党であったが、 1907年にスピードにその地位を追われた。バイマル共和成果でもスピードはその地位を保った。しかし1933年の帝国議会選挙では NSTP が30%、KPD が21%の票を獲得した。ナチス時代のユダヤ人迫害により、1933年にヘムスバッハに54人住んでいたユダヤ人のうち、 少なくとも十五人が九百四十五年までに命を奪われた。九百七十九年にヘムスバッハは都市の称号を与えられた。九百八十三年にヘムスバッハの宿であったレンホーフ、アン・ヒュッテンフェルトはヘッセン州ラムパートハイムの宿に編入された。聖ラウレンティウス教会宗教改革の時代、他のプファルツ公領全域と同じくヘムスバッハは 改革派教会の信仰に帰した。1653年にはカトリックも再び認められ、当時唯一の教会であったセーラーウレンティウス教会は、領衆派の共同教会として用いられた。プファルツ選定綱領,領での共同使用はその後すぐに撤廃されたのだが、ヘムスバッハでは1936年に新しく、プロテスタント教会が建設されるまで共同使用されていた。 17世紀からユダヤ教信者の家族がいたことが証明されている。彼らは最終的にシナゴーグとユダヤ人墓地を作った。ヘムスバッハには、福音派自由教会、リヴァンジェリッシュ・ボンホファー・ジェミン・ザントラム、ルター派教会、カトリックのセーラー・レンティウス司祭区、新シ,シ,シト派教会が存在している。ヘムスバッハの審議会は22人の議員からなる。ズンガラ、銀字に黒い、 肩首き、その上下に一つずつ緑の額を持つ赤いバラ。このデザインは1490年の裁判員に由来する。ヘムスバッハは税関所在地というその機能のために早い時期から印象を有していた町であった。天秤棒は古くからヘムスバッハの象徴であった。バラの意味は定かではなくおそらく単なる装飾であろうと考えられている。 セーラウレンティウス教会は18世紀半ばに建設され、1808年に両軸方向に拡張がなされた。バロック様式の漆喰壁の建築で隅には付け柱が見られる。ロマンシ地方風の屋根を持つ教会棟は多角形の内陣と長道のつなぎ目の西側に立っている。南側のファサードにはセーラウレンティウスを祀った小さな半円アーチが見られる。 台形の切り妻は屋根の上の消灯につながっている。旧役所旧役所は1698年に建設された建物で、1階ホールは1618年にはすでに作られていた。上階は1852年の火事の後で建て直されたものである。3階建ての漆喰建築で、開放型の1階ホールは3つの円形アーチ型の開口部が通りに向かって開いている。 小塔が霧妻の上に設けられており、南西角に四角い登場の増築部が見られる。新しい上館の本館は、プファルツ選定校の狩領館であったベーゼンが1764年に建設した建物に由来する。1839年に、カールマイヤー・フォンドート・シルトがこの建物を買い取り、拡張工事を行った。1925年に、 ヘムスバッハ市がこれを購入し、市役所として利用されている。プログラム映画館ブレンネッセルは、その卓越した年間上映プログラムにより何度も表彰されている。近郊の保養地としては、20ヘクタールの敷地面積を持つビーゼンゼー屋外プールがある。多くのサークルやスポーツ施設がこの町の余暇を充実したものにしている。ヘムバッハの協会祭は、 市の外でも有名である。この教会祭は毎年8月の第1日曜日に開催され、自家醸造ワインを飲ませる酒場で広く知られている。ワインと花の祭りはワイン街として、あるいはベルクシトラーセソイの観光の街として、ヘムスバッハの重要性を感じられる祭りである。ヘムスバッハの交通の便は、ほぼ理想的と言って良い。この街を貫くアウトバーン A5 号線は、 市内にインターチェンジを有している。ローマ時代から重要な交通路であったベルクシトラーセと重なる連邦道 B3 号線もこの街を通過している。フランクフルトアムマインとハイデルベルクとを結ぶマインネッカー鉄道もこの街を通過する。近郊列車がこの街の駅に停車し、マンハイム中央、ハイデルベルク、ダルムシタット、フランクフルトへ発着する。バス路線は ラウデンバッハとバインハイムへの路線が運行されている。ヘムスバッハは、ラインネッカ交通連盟のサービス提供地域である。最寄りの空港は、マンハイムイコールシティ空港、及び、フランクフルト空港である。ヘムスバッハには、三つの基礎家庭学校、一つの職業実家学校を併設した本家庭学校、実業学校が一校と、ベルクシュトラー線ギムナジウムがある。 実業学校とギムナジウムは同じ校舎を共有している。本家庭学校はその近くに位置している。この3校からなる教育センターには近隣の3市町村、ヘムスバッハ、ラウデンバッハ、バインハイム市、ツルツバッハ区から生徒が通っている。バーデンベルクシュトラーセ市民大学はヘムスバッハに分校を有している。カトリック教会は公共の図書館を運営している。 これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の引用文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。